はい、皆さんこんにちは、レックの吉澤です。よろしくお願いします。日照簿記一級についてですね、ぜひ皆さんにですね、まあ、レックは頑張ってるよというのも含めてですね、皆さんに、ご紹介したいというふうに思います。まあ私もね、結構今までも、私一級をずっと受けてまして、合格証書皆さんにですね、お見せしたりしてると思うんですけど、こんな感じで私みたいなおじさんがね受かるんですから、まあ皆さんも、ぜひ、2級まで頑張れたという人はですね、ぜひチャレンジしていただきたいなというふうに思います。ということで、今回ですね、具体的な内容の話をですねさせていただきたいんですが、日照簿記ですね、最高峰1級を目指すんだったら、まあ、ぜひですねマレック、利用していただきたいというのがあります、ね。でまあ、もちろんいろんな、ね、学校さんで、まあ、ベテラン講師ですよとか、まあ、そういうのは当然、ね、あると思うんですけど、レックならではとね、いったところをご紹介していきたいと思います。で基本的にですね、レックの場合、こちら見ていただくと、いいと思うんですけど、この日照簿記1級レックはすごいよと、何がすごいんだというふうに思われる人、ね、当然ね、タイトルからそう思えると思うんですけど、まずその星つけてあるようにですね、日照簿記1級、まあ、簿記の最高峰と言われているところで、ね、皆さんもご承知の通り簿記2段3段なんてないわけですから、ね、だからまあ簿記の中では日照簿記1級、まあ、これ最高峰と。でせっかく3級2級、ね、いい結果得た、または学習されたという人にとっては、ね、1級それ以上ないわけですからね、ぜひ狙っていただきたいっていうのがあります。でこのレックにおいてはですね、ちょっとこれ見ていただくといいと思うんですけど、このインプット講義内容の充実とに書いてあります。で、まあ、いわゆるベーシックと言われる講義ですね、紹介講演、それぞれの講義、まあ、33回ずつですね、行ったりしてるんですけど、まあ、こちらにあるようにアドバンス講義っていうのがあるんですよ。でこのアドバンス講義っていうのは、紹介講演全部で40回の講義内容とは言ってもですね、基本的に使われる教材自体はベーシックと同じ教材を使いますんで、ね、ですからね、むちゃくちゃなんかアドバンスが多いよとかね、いうふうに思われる方いるんですけど、そういうわけではなくて、まあ、多少ね、まあこの26回分、早めに進むっていうところはあるかもしれないですけど、でも基本的に2級プラスアルファのところですから、まあ2級をね最近合格されたとかいう人にとっては別に20回ぐらい少なくても別にやる内容自体は試験私が合格できるレベルでね話をしていきますから、全然ね対応できなくはないと思いますよ。2級の話がそこそこいけるなっていう人はぜひねチャレンジしていただきたいと思いますね。でまたそこに1、2あると思うんですけど、例えばその1にあるようにコースに含まれている全ての講座、これ次回検定まで配信がされますと。まあ、例えばということで書いてありますように、2023年ですね、6月検定コース、こういったようなものでは23年の11月までの配信が、されます。だからまあ万が一ね6月、まあ、結局1級の発表って6月の試験受けても発表自体が7月8月あたりじゃないと発表出ないんですよね。で9月10月ぐらいにはもう11月の試験の申し込みになっちゃうわけですよね。だから万が一の場合にはね、11月検定まで、学習、していただけるということですね。でまた2番、これが大きいんですよ、レックの場合。特に日照簿記1級のこの、まあ、3級2級も確かあったと思うんですけど、この選べる講義っていうのが魅力と。まあ、要はそのベーシック講義66回でもアドバンス講義の40回でもですね、別途申し込みとかいうのは必要ないんですね。でましてこのアドバンス講義の方については結局私が紹介講演全てをですね講義
担当していきますから、実際にその紹介というレベルの話だけではなくて、講演の話も含めた上、まあ、つまり日照簿記1級これの合格っていうことをもう大前提にね、講義をさせていただく。ですから例えば公募原型の講義の中で非常に時間がかかるような手続きの部分とか、逆に紹介講演でそれぞれ90分90分の試験じゃないですか。だからそういう意味ではこういう部分は変な話捨ててもね、逆にこちらは取りましょうよとかね、そういったような話とかもできるんじゃないかなというふうに思います。でまた意外に多いんですけど、テキスト内容は大丈夫、ね、だけど問題集、まあ、いわゆるトレーニングですね、問題にぶち当たったらペンが止まっちゃうみたいな、そういう方っていらっしゃったりするんですよ、ね、ですから、まあ、そういったことも踏まえて試験のこともね考えながら、ここに書いてありますように、日照簿記1級のトレーニング問題、まあ、いわゆる問題集ですね、それについての解説講義っていうのも私の方で、やらせていただきます。でこれ分冊ごとなんですよね。ここに書いてあるように、紹介3回講演3回というのは1分冊2分冊3分冊それぞれのですねトレーニング問題についてのまあ、具体的に私だったらこんな感じで解きますよ、実際に試験が3級2級はネット試験とかありますけど1級ってないですもんね。だから実際にペン取ってこんな感じでメモを取ってね、私だったら解いてますよみたいな、そういうのをお見せできるんじゃないかなというふうに思います。それとそれ以外にも、まあ、1級においては1級の総まとめとか、またはその下にあるように教材の良さ質の高さ、これはですね私は言いたいなと思いますね。基本的にレックの教材って3級2級に関しては普通の、まあ、全国書店で普通に販売とされていたりします。ところが1級の教材に関しては書店に販売がないんですね。で要は結構私も見てて、まあ、見ててって自分が担当してますからあれですけど質は高いと思いますよ、うん、教材自体も結構2級の内容もくどいぐらいですね、繰り返し繰り返しこれ2級でやりましたよねなんていう話とかあるんですけど、それもあえて乗っけていたりとかですね、それもあります。でそれプラスアルファ1級ってこういうところが加わってるんですよと、ね、いうことを念頭にね、あったりしますということですね。それとさらにですね、講座の中にはこの質問をしていただく上で、まあ、特にそのウェブでね皆さんご視聴していただいたりするわけですけど、学習していただくんですけど、まあ、これできるだけですね迅速に皆さんには質問お答えしたいなというのはあるんで、これ私もね担当させていただいたりしてますけど、いわゆる教えてチューターなんていうねところで、1級の第何分冊、何ページの内容が、分かりませんとかね、こういうふうに解釈していいんでしょうかとか、全然そんな感じで質問いただいていいと思うんですよね。ですから、まあ、できるだけねそういった個々のやっぱりね理解度って皆さん当然違うと思うんで、やっぱそういう中で疑問に思った部分ですね、何の気なしにじゃないですけど全然ね言っていただいていいんじゃないかなというふうに思います。であとその下答練の充実とにありますけど、ここなんですよ。これまあ3級2級ね皆さん、やっぱりやって言われてるんだろうなと思うんですけど、インプットっていうのはどのような学習のねされ方、していてもいいと思うんですけど、まあ、特に今3級2級についてはネット試験なんていうね、ケースだったりすると思います。ですけど1級に関してはどうしたってペーパー上の試験じゃないですけど、それで解放していきますよね。ですからそれぞれ分冊ごとでいわゆる問題解き、これはやった方がいいんですよ。ですからそれぞれの分冊ごとの答練ということで解放パーフェクト答練というのが紹介3講演3あったりします。
でまた合格当練ですね、いわゆるあの本試験に向けての、まあ、予想問題っていうかね、もう全範囲ですね、分冊ごとではなくて、 あくまでも試験を意識した上で全範囲を前提に紹介5回分講演5回分といった感じで合格当練というのがあります。でまた、もう一つがこの全国公開模擬試験というのがあると思うんですね。ちょっとごめんなさい見づらくて、全国公開模擬試験というのがあります。これはあくまでも予想を前提とした模擬試験ですね。でこういったものを受けていただくと、で下にもね米印でありますように、自分がさっきあの合格証書皆さんに見せましたけど、ね、お見せしましたけど、あの本当に何回もずっとね受験させていただいてますけど、これらの答練って必ずですね、私もそうなんですけど、自分で解いて、でその上で本試験に臨んでるんですね。やっぱりどうしても私も人間ですからね、うろ覚えっていうかね、やっぱ忘れちゃってるところとかあったりするんで、再確認する意味で、あれこれどうしたっけなみたいな、本当にね申し訳ないなって思うんですけど、やっぱあるんですよそういうのは、ごめんなさい。ですから、まあ、そういう意味で答練というのは非常にね大事な、私にとってはね、役に立ってます、ね、ですからなんていうんですか、この答練っていうものをやらずして本試験受かる人ってまずいらっしゃらないんじゃないかなと思いますね。でこれは1級に限らないですよ、3級でも2級でもね、ネット試験対策みたいな感じでやっぱりね皆さんやると思うんですよね。でまた他のね税理士とか公認会計士の試験、そういったのを考える方においてもですね、やっぱり答練っていうのは非常にね重要性高いですからね、だからそういう意味ではぜひね、これレックの、講座ご検討いただきたいなというふうに思いますね。でまたこれはもうねどこの学校さんでも言われてるかなとは思うんですけど、ベテランの講師ですと、昨日今日、講師になったような人ではないですと、ね、それはもちろんの話です。であと、適正な料金設定と、でこれはいろんな学校さんなりねそれぞれのところで、値段の設定というのは当然あると思うんですね。さすがにやっぱり1級っていうこともありますから、やっぱりそれなりのね値段設定というのはあると思いますけど、レックにおいてはですね、適正な料金設定というようなことになってるのかなと思います、ね、でこちらがですね、今年度版じゃないですけど、2023年度向けということで、販売されていく、レックのパンフレットなんですけど、これが1級の場合、税込みかな、税込みの値段13万2000円というふうにあります、税抜きで12万円ということですね、でまたさらにこのレックにはこういうのもあるんですよね、合格お祝い金3万円申請なんてね、これ利用した方がいいですよ。ぜひ1級受かっていただいて3万円ね、ゲットしていただけるといいんじゃないかななんて思いますけどね、ということですね。でまたパンフレットの中にですね、これぜひデジタルパンフレットとかでもねいいと思うんですけど、ぜひ見ていただけたらいいかななんて思います、ね、で今私が言ったようなところ、それがいろいろね、このパンフレットですね、こちらの方に、いろんな内容は当然細かくまた書いてはあります、ね、それ参考にしてみてください。であとですね、私が自分で担当してるからっていうわけじゃないんですけど、この1級に関してアドバンス講義っていうのがあります。で、日照簿記1級これ全部で3分冊あるわけですけど、一応講義予定というのがこんな感じで帳簿会計22回分ですね、進んでまいります。1回から22回です。で第1分冊、第2分冊、第3分冊というような感じで内容の方が進んでいきます。でまた工業簿記原価計算についてはこんな感じですかね、全部で18回講義というようなところで、見てわかるかもしれないですけど、正直 第11回講義あたりまでですかね、結構2級の要素って多いですよ。11回あたり直接原価計算なんてね、いうところ、皆さんも2級でやったと思うんですけど、いわゆる、何ですか CVP の話とか貢献利益とか、
ね、まあ、そういった話なんかもやってると思います、ね、ですから結構2級でね学習されたところ、それが頻繁に出題も実際試験でもそうなんですけど、あの出題があったりもしますから、だからやっぱり2級の論点というのは非常に大事なんですよね、うん、だからその辺もあの私のアドバンス講義においては、あの別にベーシック、絶対66回講義でやらないとダメっていうわけではなくて、あのレックの1級の講座っていうのは別にベーシックをご視聴しようとアドバンスをご視聴しようと全く自由なわけですからね、だからそういう意味では、まあ、短縮版ではありますけれども、あ結構2級の論点ついていけてるから、じゃ あ, あのアドバンスの方で頑張ってみっかなっていうのも全然ありだと思うんですよね。で特にね、12回目以降の第3分冊、この辺がですね、あのだんだんね、予算の話だったり、また利益統制とか意思決定会計ですね、また最後の、戦略的コストマネジメントですか、まあ、そういったようなところなんかはどうしても1級ならではっていうところはあると思います。ただあのアドバンスの講義の中ではできるだけね、あの理論の話もそうなんですけど、原価計算基準のね、話であったりとか、まあ、そういったものも触れられたらいいなというふうに思ってます。でまた上の帳簿会計においても第22回講義、この辺ではあのいわゆるまあ最近のバージョンというか最近の論点で収益認識の会計ですね、まあ、そういった論点も触れていったりというところがあります。でまたあの2級の時に、まあ、あくまでも2級プラスアルファになってきますから、まあ、2級の工業簿記でこういった学習がされてると思うんですよね。でもし忘れちゃってるっていう人でも、あの結局レックの1級の教材っていうのはそういったものも踏まえてね、あの作られておりますから、結構これ2級、あそういえばそれ2級でやったなとか、そういうものもあの平気で教材の中に織り込まれておりますから、ね、だからまあそういったものを参考にですね、あの復習していただいて、でそれプラスアルファ1級のレベルに上げてっていただくとね、いうことで、まあ、その先がないわけですから、ね、最高峰と言われているものですから、ね、でまた、こういったものを2級でやりましたね、個別原価計算とか総合原価計算覚えてますかね、受注生産形態とか大量生産形態、まあ、量産形態なんて言いますね。で個別原価計算の中で、まあ、いわゆる単純個別とか部門別個別なんて言うんで直接配布とか、まあ、いわゆる製造部門補助部門ですね、相互配布、勘弁法としての相互配布とかね、まあ、そういうのもやってると思います。でボックス計算、いわゆる総合原価計算ですね、まあ、そういったようなところでもこういったものをすでにね、皆さん学習してるはずなんですけど、やっぱ忘れてるところもあるじゃないですか。だから2級なんかの復習も含めて、レックの1級講座進めてまいりますから、まあ、それ以外にもね、2級においては本社工場とか、あの仕分けの問題、本社勘定とか工場勘定の仕分けの問題だったりとか、ね、または製造原価報告書、コストリポートですね、CR なんていう話とか、PLBS の製造業のものとかね、そういったものも学習していたり、でまたこの標準原価計算、直接原価計算ですね、こういったようなところも少なからずね、まあ、1級で結構またレベルは上げていくんですけど、ただ、標準なんて言いますと、再分析って覚えてますかね、あのなんか材料の四角い図再分析やった、労務費、または製造関節費なんかでも再分析やったり、パーシャルプラン、シングルプランなんていうね、勘定記入やりましたみたいな、そういったようなところ、または直接原価計算とかでも PL のひな型、だったり貢献利益とかね、または個変分解、工程定法なんていうね話もやってるんではないかなというふうに思います。ですからぜひそういったこともあやったなってことも復習をしながらですね、レックっていうのは一級の講座進めてまいりますんで、ね、ぜひぜひですね、一人でも多くの方日商簿記一級合格していただきたいんで、ね、そういう意味では、一人でも多くの方、ご検討いただいて、まあ、レックの講座ね、受講していただけたらありがたいなというふうに思います。ということで、一応ですね今回私の方で、こういったね、講義、講座、ガイダンスですねさせていただいたんですけど、まあ、ぜひぜひあのまたね、まあ、映像の中であったりとか、ね、ということで、お会いできる機会ありましたらありがたいなというふうに思います。
ということで、今日はご視聴ありがとうございました。